江藤新作江藤新作から1910年1月6日は、明治時代の政治家、衆議院議員、陽明松次郎、号は伏山、初代司法教、江藤新平の次男。次男は江藤夏夫。江藤新平の次男として佐賀に生まれる。1874年に、父、新平が佐賀の乱に敗れ軽視すると、新平の弟の源作に引き取られた。 新作の名は、父と叔父から一字ずつ取ったものである。1878年に、佐賀県三次や水戸裁判所長などを歴任した、元佐賀藩主の家永康氏主が開いた、母院ン義学に入学。また、1883年に4歳年上の兄、熊太郎が23歳で亡くなると、江藤家の家督を継いでいる。自由民権運動に傾倒し、百八十五年二月に、 九州会新党の結成に参加。同年11月には、大井健太郎らと共に、大阪事件で逮捕される。その後、上京し東京法学校、東京英語学校等で学び、1894年9月、第4回衆議院議員総選挙に、立憲革新党所属として、佐賀一区から出馬し衆議院議員に初当選。ついで新歩党に加わり、 第5回衆議院議員総選挙で再選された。1898年8月、第6回衆議院議員総選挙でも当選し、県政本党に加わる。以後、1902年8月、選挙区割りの変更により、第7回衆議院議員総選挙から、佐賀県佐賀市区から出馬し、1904年3月の、 第9回衆議院議員総選挙まで初当選から連続6回の当選を果たした。アジア主義団体である東亜会の結成に参加し帰還し、東アジアの発行を担当、さらに後ろ身の東和道分会の結成にも参加し、犬飼い武士の側近として活動する。また、1906年には放置者主筆となった。その他、父、新平の意向を整理、 編散し、南城以降として観光している。1910年1月6日、鎌倉派谷にて廃刊により死去した。ありがとうございます。